はい、えー、10月29日日曜日、こちらね、えー、競馬のお動画の予想になるんですけど、たった今あー、ようやく終わったというか、もう正直ね、ちょっと自分ちょっと下手くそなので、どうしても時間がかかっちゃうので、結構ギリギリでしたね。えー、ということで、えー、本日は、えー、この3つほどね、 簡単ですけどで、ショート動画でまとめようと思ったら、もう1分以内にちょっとまとめられないんで、まあ、改めて今、取り直してるんですけど、えー、本日はこの、えー、京都の11レースカシオペアセクス、そして東京の最終終レースセクス、そして秋田ということで、でもホワイトボードにも、ね、当然、えー、書く時間がないんで、いつも自分が、えーまあまあ、やってる感じもその、ね、そのまんまちょっと映し出されますんで、 えまあちょっと見にくいという部分でね、大変皆さんにご迷惑かかると思うんですけども、簡単に軸間だけということで、はい、じゃまずえこちら、カシオペアステークス、11番のアルナシームとえー13番のバリアメンテ、こちらね、ほとんどこうオッズもね、このオッズはもうかなりちょっと前のオッズなんですけど、 ほぼほぼ同じということで、じゃどうしようかどうしようかと悩んだところ、最終的に決めては、このレースに限っては、調教師の先生の、まあ、成績というか、まあ当然、えぇ、ー、美保、立党合わせてナンバーワンの、えー、中内田さんの馬にちょっと一票と、ということでバリアメンテ。えー、ここが最終的にね、私の背中を押してくれたということになります。はい、続きまして、えー、こちら。 えー、東京の選手ですね、はい、こちらも、えー、11番のホワイトガーベラと13番のタイセイブレイズ、こちらで迷ったんですけど、今度、こちらは11番のホワイトガーベラにまに、あ、1票ということで、じゃあ、決め手は何でほとんどどっちも変わらなかったんですけど、決め手は今度、全成績ですね、えー、11番は、えー、ここに出ていますように、3、3、1、3。 えー、2170と、ここ確率論、もう完全な、えー、確率論で、えーまあ、11番ということで、そして、えー、メインの、えー、空き点なんですけど、こちらも、はい、11番のドマイヤ・ハダル、うこちら、えー、いくつかね、やっぱ当然、えー、ポイントがあるんですけど、やはりまあ、 最近はね、えー、この毎一王冠から来ている馬が、まあ、いいパフォーマンスを上げられないんですけど、やはりもう、迷ったときは、もう毎一王冠組ということで、まあ、まずそこがポイント、そして、えー、菅原君、き今日ちょっとね、えー、頑張って、あの、レンガラみしちゃってんですけど、馬券絡みしちゃってるんですけど、けどえー、菅原君、えー、この方にはね、えー、出芝、ルージェクレールを紙木城でオープン入りをさせてもらったという恩がありますので、 恩、えー、があるからってね、軸馬にする理由はなんないんですけど、まあ、そういうところでね、こう菅原我楽が乗るということで、えー、さらにね、自信がついて、アドマイヤーであるからと。で、まあ、いろいろ考えたんですけど、えー、先ほどね、えー、旧ツイッター X セスから、見たら、えー、いろんな方が、武、まあ、豊騎手が、まあ、怪我をされたということで、自分も驚いたんですけど、まあ、となると、当社はね、3番、7番、2等軸で、 ダノン・ベルーガー、ジャスティン・パレス、アドマイ・ハドル、この3点にね、ちょっと勝負しようと思ったんですけど、やっぱりあの竹豊騎手の乗るドウデュースに、こうまあ個人的にはね、こう魅力を感じて、いや、土佐騎手がいいとか悪いとかではなく、やっぱあるじゃないですか、えー、オルベーブルには行けそい騎手みたいなとかね。 えやっぱその馬にこの機手がというところがありますので、武、まあえー、豊騎手の乗らないドーデュースというのはね、えー、ちょっと自分的にもう来る、来ないベ別として、ちょっと魅力を失ってしまったので、ならね、えー、もうそういう状況でね、買ってこなかったら悔しいので、そあもう当初の予定通り、えー、ここはアドマイアーですということで、で先ほど、ここのところね、動画でも言ってますけど、 ずっとほぼほぼ副賞オンリーで、ねえー、自分は予想していますので、まあ、昨日も、ねえー、その旧ツイッター X で、ねあのー、ちょっとアップさせてもらったんですけどいやもうスワン・テークスが始まる時点でマイナス10万だったんですけど。 え、岩田のお父さんに頑張ってもらって、9.1倍に、まあ2万ほどかけさせてもらって、まあ18万になったということでね、ちょっと生き返ってたので、まあそのプラスをね、今日ちょっと使わせてもらおうということで、はい、え、本日は、え、東京12が11番、え、で、京都11レースが13番、そして、メインの東京の11、え、秋天、 こちら11番ということで、こちらにね、ちょっと副賞で勝負してみたいと思いますんで、よろしくお願いします。まあ、あくまでもね、皆さん、これ参考までに見てもらえばいいかと思いますんで、よろしくお願いします。もう、このまま、撮ったまんまアップしますんで、すいませんけどね、ちょっと見にくい、ただでさえ見にくいのに、余計見にくくなっちゃったんですけど、まあ、そういった感じで、今後ね、 きっとこのパターンが増える可能性がありますんで、えー、見慣れれば、まあ、なんとなく分かっていくと思いますんで、よろしくお願いします。ということでね、えー、今回も最後までご視聴、誠にありがとうございます。どうぞ。